復刻フェスざっくり紹介。まずは豊里耳のミホ、初手3ブースト低コスト向けの単体周回火力牽制絵札適正で白玉雷帯にも対応、全体スペルカード2種、そして全体拡散ショットで日属性弱点ブレーカー、次は鬼神聖者幻想鏡特攻で天使の 1.5 倍の3ブースト火力、陰陽両面防御ダウン、自己決壊によるステータス上昇、セットアップ性能も充実。そしてブースト覚醒なしで全体暗闇2枚付与。短い？しょうがねえな。大体発動、ほぼ確定発動、ほぼ確定発動、はい、おしまい。はあ、それがしは決してロスワード以外に浮気なんてしていません。仕事とかで忙しいんです。ごめんなさい。許してください。ご視聴ありがとうございました。